was Jesus crucified? Was it for this that Daddy died? Was it you? Was it me? Did I watch too much TV? Is that a hint of accusation in your eyes? If it wasn't for the nips being so good at building ships, the yards would still be open on the Clyde. And it can't be much fun for them beneath the rising sun, with all their kids committing suicide. What have we done? Maggie, what have we done? What have we done to England? また自転車？自転車じゃなくてロードレーサー。電車で来ればいいじゃん。毎朝疲れない。101持ってきたぞ。いくら？4500だって。お前お得意様割引とかないのかよ。ないよそんなもん。嫌なら別にいいんだぞ。あ、分かった分かった。ちょっと待って待って、はい、最近飲む量増えたんじゃない？101ってそんなにうまいの？おいか、それそこ行って。ありがとうございます。おはよう、おはよう、おはよう。青木。はい。飯田。はい。一緒か。一緒か。上野。はい。及川。はい。くしまり。はい。佐藤。はい。篠崎。はい。清水。はい。藤森、お前授業中なんか変なこと考えてたろ。あ、何考えてたの？何も考えてないよ。嘘つけ。なんか怖い顔してたぞ。あ、ちょっと頭が痛かったんだ。酒飲みすぎだって。最近嫌なことでもあったのか？お前さ、俺の顔見てないで授業中ここは見てろよ。なあ、一生かって全然学校来ないよな。なんか知ってる？知らない。本当に知らないのか？知らないよ。なんで？
いやお前がさ石岡を焚きつけてあいつの両親と兄貴殴らせたって噂聞いたんだよね。ただの噂だよ。でも石岡が家族を殴ったのは本当らしいよ。殴っちゃいけないのかよ。え？まともに話ができない相手には実力行使しかないだろ。時には力づくで守らなきゃいけないことだってあんだよ。怒るなよ。俺はただ石岡どうしてるかなって思ってさ。そうそう、お前の顔も怖いしさ。すごいぞ。いやでもあれは絶対ヤバいって。本人は気づいてないかもしれないけどさ、時々一人でニヤって笑ってたぜ。それその顔で街歩いてたら間違いなく職務質問されるよ。知ってるか、今日本の17歳はニヤニヤ笑うだけで周りの大人から目つけられるんだぜ。俺は他の17歳みたいに感情に任せてナイフで人を刺したりしないよ。後先考えないでやりたい放題なら道端でやってる犬のセックスと同じだろ。奴らには想像力が足りないんだよ。犬って想像しないのかな。だってお前道端であんな恥ずかしい真似ができるかよ。うん。とにかく人を殺すのにも想像力が必要だってこと。想像力ね。そう、想像力。授業中大門にずっと顔を見られてたんだ。これからはもっと用心しなくちゃ。犬に想像力なんかあるわけないよな。犬だけじゃない、猫だって羊だってきっとないと思う。だからこそ彼らは人間みたいに悩んだり落ち込んだり自分で首を吊ったりしないんじゃないのかな。俺は絶対に想像力を捨てたりしないよ。首なんか吊る前にやらなきゃいけないことがあるんだ。どうすればあいつを追い出せるのか。家ごと燃やしちゃう。それとも事故に見せかけて線路に突き落としてやろうか。とにかくもっとじっくり考えてみる必要があると思う。どうすれば家族を守れるのか。考えろ考えろ考えろ。ドレッシング。はい、ありがとう。シューイチ、ん、野菜もっと食べて。うん。入れすぎ。はい、食べて。お母さんおかわり。え、お前食べすぎ、また太るぞ。うるさいな。いいじゃん別に、よそって。うん、ほらお兄ちゃんも食べさせてあげるよ。食べてるから、はい、もういい。あー、触んなって、触んなってやめろよ。じゃあ私が食べる。お食事ですか。酒。あ、お酒ね。何あれ、あいつのためにわざわざ買ってあったの。そうだよな、誰も焼酎なんか飲まないもんな。あいつちゃんとその分の金払ってんの。なんであいつにそこまでしてやるわけ。なんでって、だいたいこのうちにあいつがいること自体おかしいじゃない。もう俺たちと何の関係もないんだからさ。だけど他に行くとこないって言ってんだから。
まさかずっとここにいさせるつもりじゃないよね。ずっとじゃないわよ。じゃあ早く追い出そうよ。いつまで我慢してるつもり？だからもう少ししたら行く当てが見つかるかもしれない。あいつに行く当てができるなんて本気で思ってるわけ？どうかしてるよ。お兄ちゃんやめて。どうもお待たせしました。串森修一です。よろしくお願いします。そんなに緊張しないで、こっちいらっしゃい。おばさん、椅子座って。それで今日は何か法律的に相談があるって？はい、あのうちに他人が勝手に座ってしまった場合どうすれば追い出せるのか教えてほしいんです。他人って曽根隆史？どうしてわかるんですか？いやね、君から電話があったって聞いてすぐに曽根の顔が浮かんだんだ。お茶いらないよ、今話してんだから。離婚調停の時にはずいぶん揉めたからね。今あいつがうちに勝手に住み着いてるんです。そういうのって法律で簡単に追い出せますよね？もちろん君のお母さんが裁判所に訴えを起こせばそれなりの措置は取れるよ。でもどうしてソネをうちに入れたりしたの？僕がいる時なら絶対に家に入れたりしませんでした。たまたま遥が学校から早く帰ってて、あ、遥かって妹なんですけど、遥かが一人の時に突然現れたんです。それは本当にたまたまだったのかな？それが現れたのはいつ？10日前です。それからずっと家にいるわけだ。はい。どうしてお母さんは曽根に出て行けって言わないんだろう？よくわかりません。ただ母も迷惑していることだけは確かなんです。母が離婚した時のいきさつを教えてもらえませんか？何でもいいんです、もしご存知のことがあれば。君のお父さんは確か交通事故で亡くなったんだったよね？はい、そうです。その後知り合った曽根は最初感じの良い優しそうな人物に見えたらしいけど、実際生活してみるとだんだんだらしのない男に変わってしまったんだ。その頃の曽根が胸の内に何を抱えていたかは知らないけどね、昼間から酒を飲んで君のお母さんに暴力を振るったのも一度や二度じゃない。お母さんが離婚を決意したのは君のことが心配だったからなんだ。そのままだと君がいつか本当に殺されてしまうんじゃないかって。君もそれからひどい暴力を受けてたんだろう？あんまり覚えてません。え？あいつと暮らしてた頃の記憶がなぜか曖昧なんです。母さんは家にいる時はいつも低い声で喋ってて、はるかはまだちっちゃくてなんだかとてもいい匂いがして、
でも自分自身についてはうまく思い出せないんです。どうしてだかわからないけど。おかえりなさい。ただいま。はるかは？友達と一緒だって。電話あった。まだよ、帰ってない。遅かったじゃない？どこ行ってたの？うん、ちょっと買い物でもしてた？弁護士と会ってた。弁護士？加納先生だよ。母さんも知ってるだろ。10年前母さんがあいつと離婚するときに頼んだ。あいつをどうすればいいか相談しに行ってたんだ。先生言ってたよ、母さんと一度会ってちゃんと話がしたいって。どうして？どうしてって決まってるじゃない。あいつを追い出すには母さんが訴えを起こさないとダメなんだよ。そうね、もう少し考える。もう少しって？もう少し、もう少しだけ。今はまだなの。どうしてだよ。このままあいつが居座ったらこのうちどんどんおかしくなっちゃうよ。はるかだってあいつに何されるか分かんないじゃない。はるかのことだって修一のことだってちゃんと考えてんのよ。だったらなんで？もう全然理解できないよ。まさかあんなやつとやり直したいなんて思ってないよね。静かに、出席を取ります。青木。はい。飯田。はい。石岡。石岡はいない。上野。はいはい。相本。はい。相本。はい。じゃあ各自作業を始めてください。何これ？何って風景画だよ。お前風景画なのになんでドラえもん描いてんだよ。ドラえもんじゃないよ、これはどう見ても雲だろ。うわっ、何すんだよ。あー、悪い悪い、わざとだよ。あの岸森、もう受け付け喧嘩だ。おーやれおい。やっちゃったよ、お前はまた。おら、何やってんだ。さっきごめん。本当に悪いと思ってる？思ってるよ。じゃあ付き合って。え？明日画材屋行くの付き合ってよ。いいよ。無理ねえね。すぐ行ける。無理だよ。お前なんだよ。入って。変身！変！客全然来ないんだよ。そうですね。帰りたいな、帰りたい。金木さんもう帰っていいっすよ。そりゃ悪いよ、催促したみたいでさ。いや大丈夫ですよ、あと俺やりますから。そう？じゃあそうさせてもらおうかな。悪いね。いえ。お疲れ。お疲れ様です。
お客さんフルフェイスで入店は困ります。フルフェイスはダメだって言ってるだろ、石岡拓也。なんで俺だってわかんねえ。わかるよそりゃ。元気？まあな。お前は？あれ以来家族みんなで俺を避けてんだ。まあその方が俺も楽だけどさ、たまに便所なんかへばったり出くわすと連中ビビって目そらすんだぜ。頭くるよな。もうあんなうち1秒でも痛くねえや。なんか俺の間で空気が薄くなったみたいでさ、バカみたいに口開けてないと息苦しいんだよ。なあ、あのナイフ返してくれ。ダメだよ、今はまだ返せない。なんでだよ、あれ結構高いんだぜ。今お前に返したらまた妙なこと考えるだろう。ああ、なんかいいことないかな。好きなの一本持ってけよ。持ってけっていいのかよ、そんなことして。いいよ、一本だけだぞ。なんだ、コンビニの店員って得だな。俺もやろっかな。バカ、後でちゃんと生産すんだよ、俺のおごり。お前のおごりか。サンキュー。じゃあまた来るわ。お、画材屋行くんじゃなかったの？え？何？うん、なんでもない。なんで石岡くんは学校に来ないのかな。そうね、聞いたよ。君が石岡くんに命令して家の人を殴らせたって。どうしてそんなことさせたの？あいつ最初はナイフで家族全員刺し殺すつもりだったんだ。え？あいつはね、昔から家族の中では浮いた存在だったんだ。みんなで出来のいい兄貴の方ばかり可愛がってたから。だからって刺し殺すの？だから俺は拓也からナイフを取り上げて、どうせならそれでぶん殴ってやるってあいつを説得したんだよ。つまりガス抜きをさせたわけだ。そういうこと。やめよう、こんな話。君に一つ忠告があるんだけど、犬にだって想像力はあるんだよ。え？この間言ってたじゃない、大門君と及川君に、犬には想像力はないって。勝手に人の話聞いてんなよ。うちの犬夜中にうなされてるの、きっとひどい夢を見てるんだと思う。寝言だって喋るし。寝言？うん、僕は犬じゃないって。僕は犬じゃない、僕は犬じゃない。あの時みんなで私の方をじっと見てたでしょ。ノートに何書いたの？何でもないよ、ただまつげの長いライオンがあくびをしてる絵を描いてただけだ。何それ？報告と訂正。まずは報告。今日のりことデートしてきた。多分デートと言っていいと思う。みんながお察しているほどとっつきにくい子じゃなかった。訂正。もしかして犬にも想像力があるのかもしれない。僕は犬じゃないだって。お前は父親に挨拶もできるのか。聞いてんだよ、答えろよ。何わめいてんだよ。はるかに手を出すな。離れろよ、離れろ。うるせえぞこのガキが。おめえの方こそはるかにべったり張り付きやがって。お前はるかに気があるんだろ。え、そうだろ、違うか。この野郎。なんだよ、そんなもんふりあげてどうしちゃってんだ。
した。背が良かったのは最初だけか。ふざんなお前、来いよ。うるさ、ふざんなお前、来いよ。殺してやるよお前。来いよ、来いよ。やめなさい。何やってんのよ、何やってんのよ。やめてください、やめてよ。話が違うじゃないですか。俺は何もしてないよ。こいつがいきなり飛び出してきて勝手に悪口らしやんだ。もうやめて。中一、入っていい？お母さん、どうしても周一に話しておかなきゃいけないことがあるの。少しだけ聞いてくれる？お母さんだって曽根がいつまでもこの家にいるのは良くないって分かってるわ。でもただ一つだけ問題があって、遥は曽根の連れ子で、周一とは血のつながった兄弟じゃないのよ。10年前に離婚が成立した時に籍を抜いたのは私と周一だけで、遥は今でも戸籍上は曽根の娘なの。遥をちゃんとしたうちの養子にすることも考えた。でも正式な手続きを取るには実の父親の承諾が必要だって、どうにもならないって言われて、今それを追い出そうとすればそのことを言い出すに決まってるし、これ以上周一も遥もこんな嫌な争い事に巻き込みたくないと思って。来年の春になったら遥も15になるでしょ。そしたら自分の意思でうちの養子になれる、周一の妹になれる。だから もう少しだけ我慢して。遥にはこのことは話してない。今まで本当のこと言わないでごめんね。本当にごめんなさい。出てってください。お金ですか？
体状態といいます。水などの透明な物質中をエネルギーの高い電気を帯びた粒子が高速で通過する際に青白い光が発生します。この青い光の正体はチェレンコフ光と呼ばれるもので、使用済み燃料や原子炉の炉心など非常に強い放射線を出す物質の周辺でこうした青白い光を見ることができます。一般的に放射線や放射能というと怖いイメージを持たれがちですが、自然界にも放射線を出す物質があり、人間の体内からも。殺してやる。家族の秩序を乱す異物を排除してやる。松岡志郎、俺の名前、もう一人の俺。松岡志郎さんね。インターネット、匿名希望。何探してんの？法医学、少年犯罪、アングラサイト。面白い薬を見つけた。シアナミド水溶液、ひどい二日酔い状態。この薬ならあいつの意識を縛りつけておける。もう好き勝手にはさせない。松岡志郎は契約した秘書箱、あれを使えば薬の入手経路は誰にもわからない。俺、松岡志郎。松岡志郎が秘書箱に届いた薬を手に取る。松岡志郎は架空の存在。何も見えない。何も聞こえない。テープレコーダー。俺の記録。俺を記録する道具。痛みを言葉に置き換える作業。言葉。あいつの抑圧の下で密かに語られる俺の言葉。証拠。完全犯罪。何それ。薬を手に入れた。実験開始。あいつがいつも飲んでいる焼酎で試してみる。初めは少しずつ、それからだんだん量を増やしていく。これを何度か繰り返してあいつの強大な肉体を飼いならしてやる。決断はすでに下っている。簡単なことだ。俺が目を閉じさえすればいい。そうすれば人生の向こう側へ行ける。あとはどうやってあいつを殺すかだ。今何か隠したでしょ。エッチの本。勝手に入ってくんなよ。上に何か羽織ってよ。一応レディの前なんだからね。で、何の用だよ。別に、ただ最強兄ちゃんずっとここにこもってるから何してるのかなと思って。お母さんも心配してるよ。余計なお世話。さっさと出てかないと服全部脱ぐぞ。どうぞ。ねえ、これどういう意味？え、どれ？電気の公式。まあお前には分かんないだろうけどさ。私はバカじゃない。どうぞ。ジュール熱。熱の発生。
あ、いらっしゃい。お願いします。はい。ちょうど5000円になります。くしまれ、やっと手に入ったぞ。注文の品だよ。100年の孤独。ああ。親父の目をごまかしてあれ持ち出すと大変だったんだぞ。わかってる。わかってるよ。後でちゃんと金払うからさ。でもお前、バーボン島だろ。なんで焼酎なの。ダメ、今エッチな本読んでるから。お母さんが夕飯できたって。うん、すぐ行く。まさかこれが人を殺すための道具だなんて誰も思わないだろうな。仕掛けは至ってシンプルだよ。シンプルな方が人の目を欺くことができる。法医学の本もすごく役に立ったよ。たくさんヒントがあったし、これから戦わなきゃいけない相手を知ることができた。つまりこれは想像力の勝負なんだ。やるしかないかな。やるしかないよな。明日から死ぬまで一生ひどい夢を見てうなされるかもしれない。のりこんちの犬みたいに変な寝言を喋るかもしれない。僕は人間じゃないって。でも世の中には笑ってやり過ごせないこともあるんだ。おはよう。おう、おう。あれ、くしもり自転車は？ロードレーサー。ほら、今朝は電車で来た。毎朝だと疲れるだろ。さっきの電車乗ってたか？あ、乗ってたよ。そう、全然気づかなかった。はい、出席を取ります。2年 A 組。はい。どこ行くの？ん？あ、俺外で書くわ。
やっと戻ってきた。どこ行ってたんだよ。だから外で書くっつったろ。おお、よくここまで書けたな。まだ。飯食わないの？うん、あんま腹減ってないからさ。ご苦労様です。君が通報してくれた人？はい。ちょっと話を聞かせてもらえるかな。串森君だね。ご家族は何人？3人です。僕と母と妹とお父さんだね。いえ、父は僕が小さい頃に交通事故で亡くなりました。え、じゃあ今日亡くなったあの人は誰？曽根隆って人です。あの人は母と再婚してその後離婚しました。離婚した後もこの家で一緒に暮らしてたの？違います。突然現れてそのまま居ついちゃったんです。居ついた？お母さんは今どこにいらっしゃるのかな？仕事です。知り合いのインテリアショップで働いてて。君も妹さんも学校ということは、曽根さんは今日は一人で家にいたってわけだな。そうだと思いますけど。警察犬を使いました。記録が残ってます。うん、使い方は。いや、俺も持ってんだよこれ。これ見覚えある？多分母のだと思います。周一、どうしたの？何があったの？母さん、学校から帰ったら曽根が死んでて。死んだ？どうして？俺だって分かんないよ。あの、私山本と申します。ちょっとお伺いしたいんですが、この血圧計は奥さんのですか？はい、私のです。さっき曽根さんの部屋で見つかったんですが、貸してました？いえ。そうですか。いえね、最近の血圧計って過去の記録が出るでしょ。実はね、私も同じもん持ってるんで知ってるんですけどね。これ見てください。これなんですが。これ私じゃありません。この時間仕事してましたし。じゃあ曽根さんが自分で測ったわけですね。そうじゃないでしょうか。なるほど。ちょっと失礼します。髪。え？あ、まだ寝ないの？なんだか目が冴えちゃって。曽根が家に来てから家の中ギクシャクしておかしくなった。周一、本当にものすごく辛かった。
もう死んだんだ。終わったんだよ。秀一、一つだけ聞いてもいい？さっき刑事さんが聞いた時、秀一今日は電車で学校に行ったって。そうだっけ？行ったかもしんない、覚えてないけど。そう。なんでそんなこと聞くの？俺も寝るよ。母さんも早く寝たら。そうね、そうするわ。おやすみなさい。おやすみ。その絵どうするの？ん？ああ、家に帰って直すんだよ。家じゃなくて学校でやれば。君美術部員なんだから。いいだろ別に。今日警察から電話があったわ。解剖の結果病死だってはっきりしたから、遺体引き取ってほしいって。食事中にそんな話やめようよ。はい、そこまで。集めて。何してんの？傘は？誰かに取られちゃった。あ、そう。気の毒様。今日は自転車じゃなかったんだ。自転車じゃなくてロードレーサー。ほら。ありがとう。今朝から雨だったろ。君最近少し変だよ。変って何が？部活だって全然来ないしさ。お前だって今部活サボって帰ってんだろ。今日は仕方ないの。うちの犬指から様子がおかしいの。ほら前に話したでしょ、寝言喋る犬。あ、覚えてるよ。ねえ、質問があるんだけど。何？こないだの美術の時間、君どこ行ってたの？あ、校庭だよ。天気が良かったから外で帰ってたんだ。嘘。私も外に行ったよ。でも、君はいなかった。
問その2、君が教室に戻った時、君の絵はもうすでに乾いていました。なぜでしょう。乾いてたか。乾いてたよ。そうだっけ、忘れた。質問その3、最近自分の絵見た。見てないよ。だったら見てみれば。ちょうど今日みたいな雨の日がおすすめです。なんでだよ。さあ、なんででしょう。傘、ありがとう。あ、じゃあな、うん、早く。来たのかよ。来ちゃ悪いかよ。あのさ、お前に頼みがあるんだけど。ナイフならまだ返せないぞ。違うよ、金貸してほしいんだ。金？とりあえず30万でいいや。勝手にふざけてろ。あれ、俺の頼みそんな簡単に断っていいのかな。お前の秘密バラすよ。秘密？とぼけんなよ、親父殺し。あの日学校の近くで偶然お前見かけたからさ、こっそりバイクで後つけてたんだよ。全然気づかなかっただろ。うちに帰ったと思ったらまたすぐ出てきて、それから妙なおもちゃ隠してたな。あれ持ってったのお前か。そうだよ、ナイフのお返し。最初はあのおもちゃは一体何なのかよく分からなかった。でもしばらくしてお前の親父が心臓麻痺で死んだって聞いて、俺はすぐにピンときたよ。どうだ、まあ続けようか。何がおかしいんだよ。俺コケにしてんのか。お前のな、優越感たっぷりの態度が昔から気に食わなかったんだよ。何でも自分が一番よく分かってて、周りはみんなバカバカってつらしやがってさ。親切ぶって人のこと見下してんじゃねえや。だってやるときはやるんだよ。親父殺して冷めた面してないで、俺みたいに口パクパクさせて息苦しいって言ってみろよ。助けてくれって言ってみろよ。30万でいいんだな。ああ、もし分かった。でも今すぐは無理だ。
少し時間をくれ。時間ってどれくらい？1週間。よし、分かった、1週間だろ。でもお前その間に逃げんなよ。逃げる？どこに逃げればいいんだよ。逃げる場所なんかないだろう。おい、今日はジュースいらないのか？いいよ、いつもおごってもらってたら悪いだろ。お兄ちゃん、入るね。また引きこもりやってる。ほら、勝手に入るなって言ったろ。はい、さっきお母さんから電話あった。今日帰り遅くなるって。で、夕食私が作るんだけど何がいい？ダチョウの卵のオムレツ。はいはい。どうした？早くダチョウ捕まえてこいよ。私、お兄ちゃんの妹じゃないって本当？誰がそんなこと言ったんだよ。あの人、曽根隆。そんなわけないだろう。あいつの言うことなんか真に受けんなよ。前にさ、夜中にトイレ行こうと思ってドア開けたら、いきなりあの人が廊下に立ってたって話したでしょ。うん。あの時ドア越しに言われたの。お前は俺の娘だ。俺はガンで、この先も命が長くないから、お前に会うためにこの家に来たんだって。ガン？あいつが本当にそう言ったのか？うん。なんでもっと早く言わなかったんだよ。ごめんなさい。ねえ、本当に私お兄ちゃんの妹じゃないの？お前は俺の妹だよ。だから余計な心配するな。な？それより早く夕飯作ってくれよ。もう鶏の卵でも何でもいいからさ。分かった、すぐ作るね。ガンだったんだって。ほっといたってどうせ死んでたのに。俺バカみたい。金は？今はまだ持ってない。なんでだよ。1週間待てっていうか待ってたんだぞ。金を作る方法を考えてきた。強盗やるんだ。強盗？お前にそんなことできんのかよ。俺じゃないよ、お前がやるんだ。ちょっと待てよ、俺はお前ゲスってんだぜ。なのにどうして俺は強盗やらなきゃいけないんだよ。俺がバイトしてるコンビニを襲うんだよ。店員は俺だから、お前は安心して金を奪って逃げられる。冗談じゃん、お前ふざけてんだろ。二人で組むんだ、心配ないよ。だって防犯カメラとかどうすんだよ。防犯カメラの映像なんてひどいもんだよ。誰もお前だって分かりゃしないよ。お前もしかして警察に近行きじゃないのか？そんなわけないだろ。そうだよな、お前は事故してるもんな。
一応聞いとくけどさ、お前のコンビニ金いくらあんの？多分100万近くあると思うよ。本当かよ。お前さ、親父の骨見た？見てないよ。そっか、ごめん。俺たちもいつか骨だけになっちゃうんだよな。もしさ、何百年か経って自分の骨が展示されてたらどうする？俺は嫌だな、恥ずかしいもん。なあ、なんか喋れよ。さっき説明したことちゃんと覚えてるか？ああ、覚えてるよ。もし計画変更とか中止があったらすぐ連絡するから。凶器ってこれでいいのかな？いや、これ使ってくれ。これ俺のナイフだろ。やだよ、これ使うの。それ本物じゃなくてダミーだから。俺が作ったんだよ。うそ。ブレードの部分には絶対触るなよ。それから使う直前まで必ずこのサイに入れといてくれ。いいな。すげえ、本物そっくりじゃん。バカ、隠せよバカ。でもよかったよ、どうせコンビニの金だからお前に迷惑かけずに済むもんな。そんな暗い顔すんなって。本番うまくやるからさ。お前が慰めんなよ。そうだよな。俺さ、金が手に入ったら家出て一人暮らし始めるんだ。あの家族がやっと解放されるんだよ。お前のおかげだな。なあ、今晩二人でうまいもんでも食おうぜ。ああ、これからバイトなんだ。え、今夜もバイトかよ。ちゃんと現場の下見しとくよ、明日成功するように。全然寝る暇ないんだな。いいんだ、どうせ眠れないから。はるか、起きろ。ここお前の部屋じゃないぞ。お兄ちゃんがあの人殺したの？そうだよ、俺があいつを殺したんだ。やっぱりね。いらっしゃいませ。金を出せ。え？金だよ、金。早く出せ、早く出せって言ってんだよ。こんなんでいいか。余計なこと喋んなよ、さっさと出せや。やろさだよ、離せや。なかっただろ。
すっきりするぞ。喉も通らんか。こうして君と話をするのは二度目だな。前回は曽根さんの件で、今回はコンビニ強盗か。持ってくれよ、ちょっと。あ、こっち。君も大変だな。で、一つ確認したいんだけど、犯人が石岡拓也君だって分かったのはいつの時点かな。ヘルメットが脱げた時だと思います。倒れてしばらくして床に落ちたんです。でも君が警察に通報してくれた時はそう言ってなかったよね。どうして犯人を知ってるって言わなかったの。よく分かりません。とにかく頭の中が真っ白になってましたから。まあそうか、そうだよな、じゃあまあ今夜はこれでいいや。君も疲れてるだろうし、明日また詳しい事情聴取をすることになると思うけど。帰っていいんですか。いいよ。これ乗ってもいい？え？大丈夫？大丈夫よ。お母さん一度乗ってみたかったの。転ばないでよ。大丈夫よ。鈍いんだからさ。足つく？うん。ここ。ゆっくりだよ。どう？よく眠れた？あんまり。さあ入って座って。そうか、じゃあなるべく早く終わらせようね。正直に言うとね、君と石岡君が同じ高校の生徒だってことがどうも引っかかるんだよ。偶然にしちゃできすぎてるからね。僕たち二人がグルだったってことですか。いや、それは違うな。もしそうだったらあんな事故になる理由がわからない。それに君ならあの時間にコンビニに大金が置いてないことぐらい知ってたはずだからね。ちょっと見てほしいもんがあるんだ。今見てて、なんか気がついたことない？いえ、別に。石岡君はさ、店に入るなりまっすぐ君の方に向かって歩いてくるよね。普通これから強盗をやろうって人間は一度立ち止まって店内に他にお客さんがいないかどうか確認するものなんだよ。だって他にお客さんいたら面倒だろ。いや、でもいつもこの時間帯はほとんどお客さんが来ないんです。そう。でもどうして石岡君そんなこと知ってるんだろう。わかりません。たまたまだったんじゃないですか。たまたまね。これだよ、ここ。ナイフが君の首に当たってるように見えるんだけど、実際どうだった？さあ、よく覚えてません。ちゃんと見てよ、ここだよ、ここ。首に当たってるように見えるよね。でも君の首には切り傷らしい跡はない。
多分当たってなかったんだと思います。そうだよね、おもちゃのナイフじゃあるまいしね。君は案外大胆なんだね。普通ナイフを持った男とまともに組み合うなんてなかなかできるもんじゃないよ。もう一回よく見てね。ここで足が止まるんだよ、硬直して。それからキューッと持ち上がって突っ張る。ここからだんだん動かなくなってくる。で、ほら、ここで動かなくなって。君も変だと思っただろ。何がですか？石岡君の胸にナイフが刺さったのは二人が重なって倒れた瞬間だとばかり思ってたんだよ。ところがこの映像を改めて見てみるとそうじゃないんじゃないかって思うんだ。言ってる意味はよくわからないんですけど。倒れてしばらくの石岡君の足の動きには刺されて苦しんでるような雰囲気はどこにも感じられないんだよ。その直後に足が硬直して止まってキャーッと上がってそれから突っ張る。つまり石岡君の胸にナイフが刺さったのは足が硬直して止まった瞬間だと考えるのが自然じゃないのかな。それどういうことですか？僕が拓也からナイフを奪ってあいつを刺し殺したっていうんですか？仮にそうだとしても多分正当防衛になるよ。冗談じゃない。あんな状況で相手からナイフを奪って逆に刺し殺すなんてできるわけないでしょ。しかも自分は無傷で。確かに君の言う通りだ。ただね、今度の事件に関しては納得のいかない点がたくさんありすぎるんだよ。まずね、石岡君の遺体にはどこにもナイフの鞘が見当たらなかった。あんな両側に刃のあるタイプの危険なナイフをむき出しで持ち歩くなんて普通考えられない。そうだろう？おまけにね、お尻のポケットから折りたたみナイフが見つかった。コンビニを襲うのにわざわざ2つもナイフを用意するなんて変だと思わないか？おお、かっこいい自転車だね。自転車じゃありません、ロードレーサーです。そう、いいねこれ。ねね、ちょっと試しに乗ってみてもいいかな？どうぞ。お、軽いな。へえ、こんな姿勢で乗るのか。うわあ、おう、くしぶり、ちょっと来い。帰りにな、お前の家に寄るつもりだったんだ。てっきり休むと思ってたから。座れ。今日ぐらい休んだって構わなかったんだぞ。どうして僕は学校休まなくちゃいけないんですか？え？どうして僕は学校休まなくちゃいけないのかって聞いてるんですよ。おい、くしまり、なんでお前その口の聞き方は。だって犬飼先生がわけのわかんないこと言ってるから。なんだと？それが教師に向かって言う言葉か。少しは反省しろよ。反省？何を反省すればいいんですか？同級生が亡くなってるんだぞ。それを思えば少しは。僕に責任があるとおっしゃるんですか？そりゃ法的には責任はないかもしれんが。じゃあ動機的に責任があるということですか？そうじゃなくて。まあ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 、小中先生、串森もショック受けてますから。僕はあいつに殺されかけたんですよ。殺そうとした相手に同情しろって言うんですか？別に殺そうとしたわけじゃないだろう。ちょっとした出来心で金を取ろうとしただけで。小中先生はあいつから事前に犯行計画について相談でも受けてたんですか？誰言ってた！だったら今一体何を根拠にあいつの動機を押し量ったんですか？だからもうやめろ！
もう一度だけ言います。あの日僕が働いてるコンビニに西岡拓也が押し入ってきました。拓也は僕にナイフを突きつけて金を出せと脅しました。僕たちは揉み合いになり、倒れた拍子に拓也は自分の胸をナイフで刺して死にました。それだけのことです。僕が学校休まなくちゃいけない理由なんてどこにもありません。失礼します。すいません。大丈夫です、大丈夫です。大声出しちゃって大丈夫です。授業行ってきます。あれ、珍しいね、君が部活に出てくるなんて。もう帰るの？死んじゃったよ。え？うちの犬、今朝早く死んじゃった。そうか。あの子の最後の寝言、聞いてやれなかった。部活なんかやめて帰ろうぜ。適当に座って。うん。なあ、犬の話してくれ。話って？何でもいいからさ。時々寝言喋るの。知ってる。他には？私より毛深かった。多分そうだと思った。ねえ、私別にふざけてるんじゃないんだよ。ただうまく表現できないだけ。どんな種類だとか、色や大きさがどうとか、上っ面だけをすくったなんかダイジェスト版みたいに簡単にあの子を振り返りたくないの。今朝冷たくなってる姿見てそう思った。そういうのバカみたいって思う？どんな風に死んでたんだ？本当にそんなこと聞きたいの？ねえ、これ何？昔乗ってたロードレーサーの部品だよ。へえ。こんな風に一つ一つバラバラになるんだ。すごいね。そうやって飾ってると自転車が首吊ってるみたいだろ。なんだよ。私
帰る。ちょっと待てよ、今来たばっかりだろ、茶ぐらい飲んでけよ。もういいから、じゃあね。待って、帰るなって。痛い、話して。そんなに俺が怖いのかよ。え、怖いなら怖いってはっきりそう言えよ。帰れよ、さっさと出てけよ。好きなもの。そう、好きなもの、何でもいいのよ。とにかく思いついたまま順番にノートに書き出していくの。例えば。例えば、やっぱり教えてあげない。君も大事なことは教えてくれないから。そうやって全部書き出していけば不思議と心が落ち着くのよ。好きなものが見つからないときはどうすればいいんだ。嫌いなもののリストを作ってそれを焼き捨てればいいわ。殺したんだ。そう。
曽根さんの件で周一君と初めて会って話をした時、私は曽根さんのことをてっきり周一君の実の父親だと誤解してました。私がそう尋ねると彼はきっぱりとそれを否定しました。それがとっても印象的だったですね。奥さん、なんで舞い戻ってきた曽根さんのことを黙って受け入れたんですか？周一は小さい時から絵を描くのが大好きでした。私は遥かな絵をよく描いてくれました。一度だけ曽根の絵を描いたことがあって、大きなライオンの口の中にそれの頭がすっぽり入ってて、これ何って聞いたら、ライオンさんの虫歯を抜いてあげてるとこだよって。それがそれを描いた唯一の絵で、あの子が私についた最初の嘘でした。それを家に入れるべきじゃなかった、分かってたのに。どうすることもできなかった。お兄ちゃん今忙しいの、また今度にしてくれる？わかりました、すぐ行きます。なんでこんなやつほっとけばいいじゃん。いいんだ、すぐ帰ってくるから。待って、お母さんに電話するから。あるか。お願いだから電話なんかしないでくれ。大丈夫、すぐ帰ってくるから。それまでにちゃんと宿題やっとけよ。お兄ちゃん。さあ行こう。お兄ちゃん。曽根さんが亡くなったあの日、君は美術の授業を一人で抜け出したそうじゃないか。君は学校を抜け出して酒に酔って眠り込んでいる曽根さんを感電死させた。血圧計を使って様子を確認しながら、でもね、曽根さんの口の中の銀管が熱で外れてたんだよ。亡くなった石岡君の部屋から君が細工した変圧器や電気コードが出てきた。石岡君はどこかで君の犯行に気づいて君を脅したんじゃないのか。だから君は今度は石岡君の口を封じなくちゃいけなくなった。そろそろ正直に全部話してくれないか。わかりました、明日すべてお話します。なんだよ。おい、あんまり警察をなめんなよ。なんで明日なの？友達にちゃんとお別れを言いたいんです。だからお願いします。そうか、必ず戻ってきてくれるね。はい、分かった、君を信じるよ。明日ここで待ってるからね。買ったんですか？ん？ロードレーサー自分で買ったんですか？まあ、どうしてそれ知ってんの？見かけたんですよ、海岸で。見てたのか？見られてたか。いや、ロードレーサーって高いんだな。買いに行って値段見てびっくりしちゃったよ。いや、本当はさ、
うちの子供のためにゲーム機買ってやる約束だったんだけどね、思い切ってあれ買っちゃったよ。どうして？どうしてかな。ただね、君のことをもっと知りたくなったんだ。美味しいよ、ヨーグルト。本当？うん、やった。本当にセンスがいい。マジで？うん、キウイとオレンジと。出かけるの？うん、ちょっとね。女の子に会いに行くんだよね。女の子？そう、ノリコって人。おい、お前がなんでノリコのこと知ってんだよ。電話で話してんの聞いたの。お前さ、俺に構ってもらえないから拗ねてんだろ。別に、さっさと行けば。かわいく。お昼までには帰ってくんでしょ？うん、多分。何か食べたい？ああ、何でもいいや、母さんに任せる。そういうの一番困んのよね、せっかく張り切ってんのに。ごめん。じゃ行ってきます。いってらっしゃい。はるか、行ってきます。何怒ってんだ。私はバカじゃない。よかったね。そっちこそ。私はこの絵を早く仕上げたかったから。何描いてんの？30年後の君の肖像画。30年後か。じゃあ俺は47歳だ。
その頃の君ってどんな感じかな。うん、多分ほっぺとか顎の下にもっと肉がついてるよ。シワだってあるだろうし、頭だってはげちゃってるかもよ。お腹も出っ張って。そう、典型的な中年親父。おまけに足も臭い。おい、ちょっと言い過ぎだぞ。この間警察の人に君のこといろいろ聞かれたよ。知ってる。あの日美術の時間、俺はずっと校庭にいた。窓からちゃんと見えてたし、自分も一度校庭に出て俺と雑談をした。そう答えたんだろ。まあね。どうして嘘なんかついたんだ。別に君のことをかばおうとしたわけじゃないよ。ただあの刑事の顔が気に入らなかっただけ。大門や及川もいろいろ聞かれて嘘をついたらしい。でもあの刑事はみんなの言ってることは矛盾だらけだったって言ってたけどな。大門君も及川君もあの刑事の顔が気に入らなかったんだよ。俺もあの顔は好きじゃない。でもあいつ頭は切れるみたいだ。あいつからは多分逃げられない。本当に君が殺したの？私ね、この地球上で殺されても構わない人間なんて一人もいないと思う。でも人を殺さなきゃならない事情を抱え込んでしまう人間だって残念ながらいるんだよね。今日はどうして私を呼び出したの？うん、ちゃんとお別れを言おうと思って。お別れ？もし俺が捕まったら世間は面白がって大騒ぎするだろうな。俺、母さんや遥に迷惑かけたくないんだ。俺のせいで二人の将来をめちゃくちゃにしたくはない。大丈夫、安心して。もし裁判が始まっても私嘘を突き通すから。だから頑張って。絶対負けちゃダメだよ。お母さんや妹さんのためにも。ありがとう。じゃあ行くわ。急に呼び出したりして悪かったな。俺の好きなもの、ロードレーサー。ロードレーサーに乗ってる時に見える世界。母さんの手料理、遥の膨れっ面、大門の下手くそな絵、及川の冗談、のり子の裸のスケッチ、寝言をしゃべる犬、 IW ハーパー101、北京語で歌っているフェイボン、ジダンのボールさばき、
ックストリッツァーの映画、トム・ウェイツの声、カリカリに焼いたベーコン、穴の開いていないドーナツ、頭が痛くならないかき氷、ウミガメの産卵、控えめに鳴いてるセミ、モノクロじゃないパンダ、そこの抜けたポケット、全然痛くない注射、最後まで使い切った歯磨きのチューブ、うん、be much fun for them beneath the rising sun with all their kids committing suicide what have we done Maggie what have we done what have we done